どうも、タンドゥです。今日はですね、漁師さんの方から、水だこをいただきました。ちょっとね、実家から、お裾分けで、かっぱらってきたんで、ちょっとね、足だけなんですけども、まるまるね、1匹大きいやつ、いただきました。本当にね、いつもありがとうございます。前にですね、マグロをいただいた方と、同じなんですけども、年末ね、冬の、ね、味覚ということで、水ダコね、今回はいただきました。水ダコといえばですね、まあ世界最大の確か、部類に入る、タコだったと思うんですけども、北日本、まあ、あとは、まあ、北海道の方ではね、まあ、結構ポピュラーな、タコなんですけども、まあこんな感じにね、ものすごくでかい足をしております。確かね、タコの大きさとしては本当に2メーターとか3メーターとか、普通にある、タコらしいですね。まあ、このね、まあ、足見ていただけると分かると思うんですけども、これでまあ何センチかな、これで5、6センチあるかな。まあ、よくね、たこ焼きとかに使われているようなタコとはね、全く大きさが、違います。まあ、吸盤もね、2、3センチ、あるのかな。刺身を作ってもらっております。切れません。あ、そうなの。助けてください。無理です。まあ、この水タコの特徴はですね、本当に、まあ、歯ごたえが、ね、普通に、水タコはですね、まあ、たこ焼きとか、まあ、普通に、ね、出回ってるやつとかよりももっちりとした、歯ごたえが、まあ、特徴ですね。非常にプルプルしてますね。まあ、嫁の手が震えてるんですけどもね。早速ですね、嫁が、水タコをお刺身にしてくれました。はい、じゃあね、水タコ早速いただきたいと思います。いや、なかなかでかいですね。いや、贅沢ですね。本当に。ちょっと大きさがね、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど。じゃあ、いただきます。聞こえますかね、これ。吸盤の音ですね。 まあ、なかなかね、その新鮮な水タコは本当に北日本、北海道の方でしか食べられないと思いますけども、まあ、冬にね、北海道、東北に、訪れた際はですね、ぜひ水タコ、新鮮な水タコ食べてみてください。ということで、タンドゥでした。ヘバナー。